こんにちは、みのり薬店の大島です。お元気ですか？ちょっと今日ぬくいですよね。2月16日、2017年、今日はですね、まあ、自慢できませんけど、字のお話をちょっとしたいと思います。最近はもうパソコンとか、メールでね、字を書く機会ってちょっと減ってると思うんですが、僕今37年生まれなんですけども、うちの家、僕男3人兄弟ですけども、3人とも習字になってました。この片山、吹田市の片山の近くに山口さんというところがありましてね、そこが習字教室やってました。一番上の兄貴がね、33年生まれなんです。負けず嫌いで、その同じクラスにその山口さんの息子さんが来たはってね、習字書かせたらめっちゃうまいと、だからそこ行って俺もうまなんねえみたいな感じなんですよね。で、まあ兄貴とは僕4つ離れてますので、一番兄貴がいつから行ったか忘れましたけども、まあ2番目の兄貴も行ったし、兄ちゃんら2人行ってるからいう感じで、僕も自然と行くようになる。炭でね、吸ってね、うちの親父もね、結構好きで、この炭をね、買うてきてくれるんですよ。ほんまね、このぐらいあるでかいのをね、買ってきてくれて、そんな話をよくしました。で、今なら墨汁なのかもしれませんけどね、墨汁ならこうやって真っ黒なんですけどもね、その炭ね、匂いするし、ちょっと緑入ってるんですよ。渋いんですけどね、それがね。それが渋いんですけども、2番目の兄貴は、小学校の時にその自慢の炭を持って行って、ガースって、で、バッと書いたら英字やってんけども、クラスで2枚残ったらしいですわ。兄貴のと誰かのと。ほんでみんなでどっちがうまいねって投票したら負けたらしいですよ。で、兄ちゃんの字の下手だったんちゃうの？いや違うね。負けた方のやつの字の方がみんなが色が黒いからっていう理由やってんようなことでね。それはちゃうやろうような話でした。まあ、僕もずっと小学校6年までやりまして、一応子供も毛筆の、3段まで行ったんですけども、あれ何流行ったか忘れましたけどね、成績順にね、その名前のね本があるんですけどね、失礼なってあげませんけども、茶谷さんっていう方がおられてね、その方に絶対勝てなかったんですよね。どうされてはるんでしょうかね。もう絵の先生、字の先生でもなってはるんかな。今日そのうちの話はちょっと長かったんですけども、僕も、自分の子供、仁一郎にですね、やっぱし字をね、綺麗に書いてほしいですよね。丁寧にね。でも、綺麗に書けって言うてもね、それは親の言うことです。へーってなもんですわ。だから僕はこう言いました、子供に。字は、自分の子供や思て書けと。字にはね、やはり自分の魂、エネルギーが宿ってると思います。だから字を丁寧に書けというよりも、自分の子供やと思って丁寧にゆっくり焦らんと、自分の気持ちを込めて書いてくれと。これだけ言ってます。結構やってますよ。習字はやってないんで、あれですけども、丁寧に書くという字を書いています。それと死んだ親父も言ってましたが、ゴルフでね、パターわかります？パターって最後グリーン上でこうやって打つやつね。字上手い人はパターが上手い。どっからその根拠は来んねえって思いますけど、ラインを取るというか、ね、反対から言ったらこういう感じでかね、斜めにこうグッとこう入れるとか、パターでもですね、こう
右に曲がるとか左に曲がるとかいうそういうのをライン取りって言うんですけども、そのあたりから親父がひねくったことかもしれませんけども、僕は子供に対しては字は自分の子供やと思って書けと、はい、あのそれを言ってます。あのめちゃめちゃうまいとかそんなんじゃないんですけども、もし参考になったらね、自分の子供や思ったらやっぱり雑にはできませんよ。で、小学校って今難しいじゃないですか。跳ねるとか止めるとかそういうのがありますのでね、きちっとどういうかな、正確に書くっていうのの一つの形容詞としてね、字は自分の子供と思って書く、僕も今日から心がけたいと思います。いかがですか皆さん。また気がついた何かがありましたら、また YouTube しますので、ぜひまた見てください。ありがとうございます。